そのままゆっくりと縄を下ろしてくださいうん井戸の底に水は溜まっていませんねやった鶴橋とシャブルを持ってきたぜありがとうございます光秀はああ言い出しっぺのあいつなら。 うちは地上でキャンプを見張ってるよ。魔獣が出るかもしれないし。ってわけで、頑張れー。出不ーな彼女らしいですね。まあ、万一に備えて外に見張りは必要ですから、お願いしましょうか。で、どうする手当たり次第掘ってみるか いえ、もしも埋蔵金を隠した後、土を戻したならこの辺り他と比べて土が柔らかいですここを掘ってみましょう家康がノリが良くて助かったよ天の岩戸計画 第一段階は成功だね。次の手を打つ前に。寝だめ知りたかった。あ <laughs> 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 <laughs>、今のは仕掛けておいた。鳴るこの音。誰かこっちに来ているね。 はあ、何も出てこねえな退屈になってきたぜ私は楽しいですよこういう地道な作業は無心に慣れてうんシャベルが硬いものに当たりました岩盤でしょうかそれとも見てくださいマリシテン こんななものが出てきましたよなんだこりゃ真っ赤に錆びついているが柄のついた道具かもしかしたら穴を埋めるために使われた工具かもしれませんねフうれしそうだなただのゴミかもしれないのに実際に物証らしきものが見つかると。 がさあもっと掘ってみましょういつもは生真面目なこいつがガラクタ一つではしゃぐとは珍しいもんを見たぜおーい二人ともーちょっといい家康光秀が呼んでるぞ。 八つめをまとった侍様井戸掘り穴掘り縁やこら穴掘りに夢中で聞こえてねえかしゃあねえな家康はあいつなら夢中で穴を掘ってるぜ俺だけじゃ不服かマリシテンだけでも十分かな 誰かがキャンプに近づいてるみたいでさ、用心しといた方がいいかなって。貴様らここで何をしているうちたちはのんびりしてるだけだよ。お前たちこそ何しにここへこの土地に埋蔵金が隠されているという情報を得てな、その調査をしている。 あるかわからないお宝を探すなんてアホらしい任務っしょ。なんで上は探させるんだか。魔獣を買うのに金がかかるから少しでも軍資金が欲しいみたいっすよ。アホらしい任務っすけど。愚痴をこぼすなアホでも何でも言われたらこなすのが仕事だろうが。なあ、こいつら帝国兵だよな。 井戸のこと、話すか帝国の軍資金獲得に協力するような真似は避けた方が吉だね苦労してるみたいだねでもここには何もないからさっさと切り上げちゃえばそうっすよね報告書には「探したけどありませんでした」って適当に書いちゃえば 二人とも来てください。すごいものを見つけましたよ。今の声、どこから聞こえたおお見るっしょあんなところに井戸があるっしょもしかしてあれは。伝説にあった井戸っすか <laughs> これは埋蔵金の存在に現実味が増してきたっすね。お前ら。 埋蔵金探しがアホらしいとか言ってなかったかとなると貴様ら二人怪しいな本当はここで何をしていた俺らが埋蔵金を探していると言ったらお前らどうするならば貴様らは帝国の軍資金を狙う賊ということになる許しておくわけにはいかないな そうっすよ痛い目を見たくなければ、すぐにここから立ち去るっすへえ、面白いこと言うじゃねえか。三秀、家康には少しだけ井戸の底で待つように言ってくれ。俺らも簡単に引き下がりたくはねえからな。力ずくで行くってんなら、この先竜マリシテンが相手になるぜ その強気、いつまでもつか見物だな。お前たち、行くぞうわぁ今日は、このくらいで勘弁してやろう。なんだよ、お前ら。口ほどにもねえな。 うるさいうるさいまた来るから覚悟しておき行くぞおや、兵隊さん、ボロボロじゃの。ぜひ、うちの村で休んで行きなされ。な、なんだ、貴様らは疲れを取るなら、うちの宿がおすすめ。夕食も奮発しちゃうから。傷薬 売ってあげるよ定価の2割引きにしてあげるよちょっとお手を離すっしょああ、ダメ、意外と力が強い。さあこのお客様たちを村まで丁重にお運びしようこー離せ離すのだーあいつら。 アアクアギ村の連中だよなどっから出てきたんだそうけど見上げたホスピタリティ精神だよねホスピタリティってやつにしちゃ必死すぎるだろうん待てよそいつは面白い話だなその井戸ってのはどこにあるんだ それが分かっておれば今頃わしらで掘り出しておりますわい <laughs> ここに来たってことは井戸について知っててもおかしくねえよな本当に気づいてねえのかそれとも家康が待ちぼうけてるんじゃない うちが見張りを続けるから行きなよああそうだなお家康野暮用が終わったぜ見せたいものってなんだマリシテンこっちに来てくださいなんだよこりゃ洞窟か 地下下にに向かってて斜め下に伸びてるな。掘っていたら入り口を見つけました壁面に注目してくださいん泥まみれで汚れてるが石垣が組まれてるのか掘削面が崩れないための補強の跡かとそれと奥でこれを掘り出しました八つ井の目 私の家の家紋が入った陰です。それも相当古いものかとお前の家の家紋が入った門があったってことはこの洞窟はええタヌキの手で掘られたものの可能性が高いですねただ洞窟の奥は落盤したのか土砂で塞がっていましたそこから先を掘るには私たちだけでは無理そうです そんならどうする諦めるかここで引き下がるのは悔しいですねですから助っ人を頼もうと思います